こに行こうかな。やるべきことは、ねえ双子ちゃん、金でできたプニの像って一人暮らしに必要？いるわけないじゃないですか。何に使うんですか一体？私もわかんない。一応もらい物だから必要かなって。わからないものはいらない。ん？一人暮らしって誰がするつもりなんですか？決まってるじゃない。私よ、私。できます、できるに決まってます。私を誰だと思ってるのかしら。ポンポン。はあ、でもまたどうして？ほら、私って王位継承権があるでしょ。でも王になるのはマティアスに決まった。継承権がある人間が二人いるとややこしいからね。マティアスが退官したらお城を出るって決めてたの。そんな理由が？ごめんなさい、ミレイユさんじゃ絶対無理だなんて思っちゃって。見せてあげようじゃない。私が一人暮らしできるっていう確たる証拠を。ずいぶん長いメモですね。これは私金星、一人暮らしに最低限必要なものリストよ。どう？完璧でしょ？クリスタルの盾なんていらないですよ。除外。水晶玉なんて何に使うんですか？除外。靴は20足もいらないな。除外。包丁10本もいらないです。除外。あれ、私のリストがどんどん減ってく。おかしいな、10分の1くらいになってるような。そりゃそうですよ、いらないものが多すぎますもん。その割に抜けてるところは抜けてるって。このリスト食器が入ってなかったですよ。食器か、そうだ、割れにくい食器って錬金術で作れないかしら。多分市販のものを使っても
最初はすぐ割っちゃうと思うし。確かに、わかりました。一人暮らしのお祝いに素敵な食器をお届けします。ええ、あ、ところどころ金箔をあしらってね。それから模様は多分質素な食器になると思うので、そこだけは覚えておいてくださいね。